フランスのレアリスム画家、レオン・デルミットが描いた、洗濯の風景への中期、川で洗濯をする様子。鈴木春信がたらいで洗濯する女性と物干し竿に、着物を干す女性イギリスイプスウィッチに残る、衣類を煮沸しつつ洗濯するためのかまど、メディアを再生する動画、歴史的な手動洗濯機で洗う様子、お湯で洗う。現代の先進国にある共同洗濯場、 コインランドリー選択された衣類選択とは機械的作用と科学的作用を利用して衣類などの布地を洗うこと。選択には衣類等の衛生や保存だけでなく特に文明社会では社会的需要の目的もある。選択は家事の一つにも数えられる。顧客の衣類を選択する専門の業種はクリーニング業と呼ばれる。界面活性剤による選択のほか。 ドライクリーニングなどの手法を用いて洗浄する。洗濯や洗浄剤の歴史は四大文明の黎明期にはすでにあり、特に古代オリエントには多くの記録が発見されている。古代、人々は水辺に住んでその水を利用して洗濯していたが、水の乏しい地域では砂でもんで洗濯をしていた。最初の洗濯条件の改良は湯の使用で冷水よりも温水の方が 汚れ落ちの効果が高いことは古くから知られていた。枕の創始には湯による洗濯の記述がある。古代エジプトや古代ギリシャでは洗濯方法は踏み洗いが一般的だった。古代エジプトでは洗濯は水中の日本の足の象形文字で表現された。また、古代ギリシャの女子詩オデッセイには王女ナウシカが川で踏み洗いをする記述がある。 日本の平安時代末期の洗面古車教にも洗濯の様子が描かれているが、日本でも踏み洗いが一般的だった。一方、万葉集には、時、洗いという言葉があり、着物をほどいて洗う方法も行われていた。紀元前5000年頃には洗浄剤が使用されるようになった。紀元前3000年頃のエジプトでは、古水から得られる天然炭酸ソーダが利用された。 紀元前3000年頃からは灰を溶かしたアクが利用されるようになり19世紀後半まで最も一般的な洗浄剤だった。日本でも古時記のサネカズラ、万葉集のサナカ、ズラやサイカチなど植物の浸出液を選択に使っており平安時代にはアクも使われるようになった。また重曹やアンモニアが溶けて弱アルカリ性となった水は 汚れの皮脂成分の脂肪酸と反応して水溶性の喧嘩物質となり汚れが落ちる。古代ローマでは回収して発酵させた尿を使って洗濯する業者がいたことが知られている。また、フラードやモンモリロナイトなど油に吸着性のある泥や土も用いられた。中世になるとヨーロッパでは湯沸かし、洗濯槽、叩き洗いに使用する石、洗濯板などを備えた。 共同の洗濯場が設置されるようになった。一週間のうち主に月曜日が洗濯日とされ洗濯は社会的行事であった。都市部の家庭の女性が自宅内で洗濯する場合は、かまどで煮沸しつつ、棒でかき回しつつ洗濯したり、あるいは床に置いた金属製のたらいに水と洗濯物を入れ、手で洗ったり足で踏んで、きれいな水ですぐなどといった方法が、 一般的だった。江戸時代の江戸では木製の桶と洗濯板で洗濯が行われた。川の水や井戸水を汲み、桶の中で手で洗い、竹などで作ったもの干し竿に干すのである。ハエが用いられることもあった。アメリカでは1930年代に一般家庭へ電気と水道が供給されるようになり、電気洗濯機が普及した。20世紀に先進国では、 洗濯機が実用化され普及した。20世紀には洗濯機が普及するとともに粉状の合成洗剤も広まった。洗濯の極は転じて心身をリフレッシュすることを比喩することもある。a b c d e f g h i j k l m n o p q r にのみやけにち、洗浄と清潔の歴史外観、繊維製品消費科学第37巻第6号。 日本繊維製品消費科学会1996年292から299ページ土井10.11419千書史1960.37292 2020年7月23日閲覧排出されたばかりの尿にアンモニアは含まれないが体外では土中の細菌などによってアンモニアに分解される 衣服を洗濯していたなど現代では想像できない古代ローマのトイレ事情とはギガジネ2018年11月12日閲覧。ありがとうございます。